本当にこういうとこ鍛える時って、うん、その足ね特に、うんうん、めちゃ辛いのトレーナートレートレーニングしてるこの人のことをトレーニーって言うんだけど、うん、トレーニーっていうの、うん、トレーナーじゃなくてトレーニーからしたら、うん、足を鍛える時ってめちゃめちゃ辛いの、うん、もう朝からちょっと憂鬱なぐらい、やっぱでかいから筋肉がだからスクワットとか今のやつも、うん、本当に辛いんだけど、うん、なんつうのもうやって、うん、本当に吐く人もいるぐらい、やばいでしょ。どういうメカニズム？ボディビルダーとかはもうやめなよ。もうでかくしたいからさ。うん、俺らぐらいは普通のトレーニーはいいんだけど、ボディビルダーぐらいになるともうこれもうパンパンにするぐらいまで追い込むからもう吐いちゃう。やばくない？もう足の筋肉ってやっぱでかいから。歩いて帰ることは考えてないんだ。もう考えてない。もうその場で死のうとしてるから。マジで。アホすぎる。アホすぎるんだよ。で、その伝説のトレーナーがいるんですけど、あのゴールドジムに小沼さんっていう人がいる、小沼さん教える方ね、結構もう年いってるんだけど、うん、もう全日本も8連覇9連覇ぐらいしてる、ボディービルダーの神、ボディービルダーの神、ボディービルダーの中の日本のボディービルダーの神が神小沼さん、ゴールドジムの水曜日にいるんだよ。水曜日にいるんだ、担当なんだよね。でいろいろ指導してんだけど、俺ちょっと怖いからいつもあのヘルプしてくださいとか指導してくださいって言うのちょっと怖いんだけど、もうだってもうすごい追い込むのよ、もうその人。いや、いいじゃん、いいじゃん、別に怖いのよ、もうだから来たら怖いのよ、もっと投げたよみたいな、うん、あんまそういう人いないんだけど、まあその人が、うん、その人は、うん、そのもう足じゃなくて、うん、腕の筋肉、腕って結構筋肉もう足と比べたらちっちゃいじゃん、うんうんうん、これやってゲロ吐いたからね。なんですごいだろ、追い込みすぎてる、腕でゲロ吐くってあんまないから、どういうメカニズムなんだって。わかんねえよ、俺もみんな足で吐くのに、うん、足でゲロ吐くだもん、定番なんだけど、いや、足で吐くのは定番だ、定番なんだ定番でもわかるし、僕考えたら1個いっちゃったんだよ。わけわかんなすぎるわ、俺足で吐くの定番定番なの。足でね、ボディビルダーの中で吐くのはあるあるなの、あるある、あ、すげえなって。足で吐くのはあるある、俺らぐらいでも気持ち悪くなるぐらいだよ、ほんとに。もう10回でも本当に追い込んだなって思うね。俺でも本当に想像つかない、その腕で吐くっていう。